86丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄、IND8 番街線の駅である。マンハッタン区、アッパーウエストサイドの86丁目とセントラルパーク、ウエストの交差点に位置し、A 系統が深夜のみ、B 系統が平日23時まで、C 系統が深夜を除く終日停車する。駅は百三十二年九月十日に、海洋、二層構造で上層階を北港観光。 急行線が仮想海を南行観光、急行線が通過しており、両観光線の西側に短式ホームがある。ホーム壁面には、暗い青字に白の3セリフ体で 86thst と書かれた駅名表があり、周りを黒で囲んでいる。また、黒字に白で86と書かれた小さな印もある。 ホーム上に等間隔で立っている青い柱には、ニューヨーク市地下鉄表上の黒地に、白の駅名標が掲げられている。2015年から2019年のまた、キャピタルプラにおいてこの駅は、他のニューヨーク市地下鉄の30駅とともに、駅改良工事第1段階の一環として、駅構造の完全な見直しを受け、2018年6月4日から、同年10月26日まで、 営業休止となり、改装を行っている。改良内容は携帯電話サービスや Wi-Fi、USB 充電所、対話サービス勧告や、地図の設置などである。ニューヨークシティトランジットオーソリティは2017年6月1日に72丁目駅、カテドラルパークウェイ -110 丁目駅、163丁目、アムステルダムアベニュー駅と当駅における改良工事の要求を許可。 またの取締役会は2017年10月にエコースリーエンタープライゼス社と11億1000万ドルの契約を結んだ。当駅には改札口が3つあり、いずれも北港ホームと同じ木座橋にある。終日開いている改札口は駅の南端にあり、回転式改札機と切符売り場、通りへの3つの階段がある。2つ目の改札口は 駅の中心にあり87丁目へ出ることができるほか、両ホームを結ぶ通路もここにある。三つ目の改札口は、駅の北端にあり二つの回転式改札機と一つの、対常用回転式改札機がある。こちらの階段には、青のダイヤモンド型で、B と書かれた案内が書かれているが、実際に使用されることはなく、現在はデカールで修正されている。ありがとうございます。